それでは YouTube デイズ動画編始めていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。拍手してくれました。まずこの企画なんですが、インスタや、ウェブサイトで、ベルディで連載しています、選手のアカデミー時代を写真とそしてエピソードで振り返ろうという企画があるんですね。でその動画編を今回はお届けしていきたいなと思っています。ということで参加者の皆さんご紹介しましょう。とんでもないね。とんでもないね。できないよ。皆さんにその、アカデミー時代の思い出を語っていただこうということで、せっかくなので皆さんをよく知るアカデミー時代の関係者というか、チームメイトとか、本当によく知る方に証言を取ってまいりました。ということでまずはこちらの V から見ていただこうと思います。まずはこの方です。小学校4年生から、高校3年生まで、東京ヴェルディのアカデミーに所属していました。現日テレ東京ヴェルディセリアス監督の坂谷武晴です。今のトップチームだと高橋翔平が同期です。翔平に関してはもう中学生ぐらいから常に僕たちの1つ上2つ上ぐらいのカテゴリーにずっと上がってたんで、あんまり一緒にいる時間が、長くはなかったんですけど、中学校3年生の時のクラブユースの全国大会の感じなんですけど、その時翔平がいたかどうかちょっと覚えてないんですけど、多分いたかな。その決勝トーナメントの会場に入るバスのマイクロバスの中で、僕たちの学年はそのバスの窓を全開にして大声でヴェルディの応援歌を歌ってたんですよ。もう他のチームがもう大注目するぐらいの声で、すっごいもうこのチームなんだみたいな感じの目で見られてたんですけど、見事に1回戦で負けまして、めちゃめちゃ俺たちダサいねみたいな感じ。翔平は上上がってたか、その時いたか、ちょっと本人に聞いてみないと分かんないですけど、ユース高校1年生の時に、ビブスを1枚グランドに忘れたのか、グランドに持ってかなかったのかとか、なんかそういう細かい事件がたくさんあって、あの当時 の川野君の代の先輩方に、そのお前ら坊主にしてこいと。もう全員やっぱ、もう坊主ですね。それで言われたら、先輩の言い方は絶対、もちろんです、絶対です。その優先輩の代も確か結構坊主だったっていう話。基本みんな坊主でした。これはちょっと何でか思い出せないんですけど、何回か川野君と一緒にクラブハウス出ようって言われたことあって、帰る時です。で一人でクラブハウス出るのが川野君嫌だったみたいで、何回か僕誘ってもらって一緒にクラブハウス出てたんですけど、しかったね。覚えてないと思うんですけど、平君はもうプレーに関しては本当にヘディングが強いで、左足のキックがうまい、そんなところまで蹴れるのかっていうセンターバックの人で、なかなかすごかったです。浅いな。平君とも何回かちょっと浅くないですか。1対1の練習とかさせてもらったんですけど、あんまり抜けなかったですね。みんなトゲトゲしてました。かなり今のユースの子とかに比べてもかなりトゲトゲしました。はい、トゲトゲって眉毛とかありませんでしたね、みんな。どういうこと、トゲトゲ。タイラ君がトゲトゲしてるってこと。トゲトゲ、タイラ君性格みんなギラギラってこと。そういうこと。竹原とは繋がってないね。ちょっと浅いね、浅い。あいつ
あの監督の話浅いね、ちょっとね。監督あれ監督じゃねえな。ダメだね。ちょっと今浅いって声も飛んでますけれども、まずは坂谷監督のお話を伺いました。ちょっと気になる点いくつかじゃあ聞いていきましょうか。まずちょっとざっくりこれ最後やっぱ気になりました。当時のユースはすごいトゲトゲしていたって言ってましたけど、翔平選手トゲトゲしてたんですか？まあ川野君の年代はまあ俺らはやっぱ1年生っていうこともあってまあ怖い存在ではありますけど、そんなにまあなんて言えばいいのかな、トゲトゲって怖い印象しかなかったからあれですけど、1個上は体力の年代なんですけど、正直怖いより生きてた感しかなくて本当にあのみんないい人っていうか、こうそうだから3年生が悪い、さっきの川野くんの年代が悪い人というわけじゃなくて、こうなんか同じ立ち位置にいてくれるっていうか、にあの平くんの年代はただそれで透かしてる人が多すぎちゃって、何なのってなっちゃった時は何回もありました。透かしてる人多かったんですか、平選手。透かしてるっていうかなんすかね、恥ずかしがり屋なんすかね、自分はあんま表現しないっていうかその周りからはやっぱそういう、そうやって見られていたのかもしれないですね。透かしてるというかあんまりそんなキャッキャしてるような年代ではなかったです。川野選手どう感じてました？いや、どうですかね。まあとりあえずあの川野くんの言葉で全員まとまる感じだったんで、もう一人キャプテンもいたんですけど、まあもうやるしかないだろうってなったらもう坊主にする。まあね、もうやっぱこう3年、それがやっぱ3年の言葉なんですよね。平くんたちの年代にもこうやっぱ平くんもそうだけど、もしキャプテンとか言った言葉に関してはやっぱこうみんな従わなきゃいけないとかもあるし、まあ、それはやっぱ、まあ、どの年代も あるのかなと思ってます。川野選手かっこいいですね、一言でまとめるんですね。まあ、まあ、そうですよ大体ひろひくん3年間坊主だったもんね。まあ俺がやりきったんで坊主だ坊主に関しては何でも言えますよ。坊主に関しては出てきますからであのじゃあちょっとエピソードいろいろあったんですけど、まあ、翔平選手、その決勝トーナメントに行くマイクロバスで窓全開でヴェルディのちゃんと歌ってたっていうのを覚えてます？いや、全然。てか、その確かにあの高窓クラブハウス、クラブユースどっちか忘れちゃったんですけど、どっちか行ってないんですよ、多分俺は。止まった？止まったね。あ、覚えてない。覚えてないし、なんか行った記憶もないし、なんか常にこうなんだろう、本当に同学年と一緒にサッカーやったのって本当ジュニアぐらいしかなかったから、これ大ジュニアしかなかったので、なんかあんまり思い、なんか本当に、まあ、タケちゃんってあのさっきの坂谷くんもそうですけど、あんまり思い出がないっていうかタケちゃん、むしろ平くんと川野くんたちの方がこう一緒にサッカーやってることが多かったので、そっちだったらいくらでも多分出てくると思うんですけど。そうなんですか、そっか、タケちゃんって呼んでるんですね、さっきの坂谷くんと。でそのタケちゃん、川野選手、ビブス事件って覚えてます？ビブス紛失事件。いやでもそんなのいくらでもよくある、よくあるっていうか、まあそれ やっちゃったらもう、もうまあもう自分で考えろと、わかるよねっていうことですよ、忘れ物に関しては。そういう時代だったしな、そうですね、監督もそういう時代だったし、はい、
反省の態度は髪の毛の長さです。そう髪の長さ。ミリ数坊主だけじゃないですもんね。坊主はいろいろあるから。369ありますもんね。そういや 1.2 もありますよ。 1.2 は甘いみたいな。で五輪があるから。そうだ、五輪もあるから。そうだ、その長さで態度を示すんで。それでどんぐらい反省してるかがまあ分かるから。しかも 1.2 なんか伸ばしたもんなんで、もうダメだ、長いな、あれワックスついちゃった。